篠崎豊、会社員。帰省したうちの弟の様子がおかしい。明日出かけるから。あらそう、誰と行くの？会社の人と。前髪伸びたな。散髪行っておけばよかったかな。間違いない、確実に女だ。弟よ、心理テストです。なんだよいきなり。あなたが道を歩いていると、目の前に3匹の動物がいました。1匹だけモフれるならどれにするでしょう？モフれる？ええ、賢い犬。はあ。B、 セクシーな目標。何その選択肢。 C、 可愛い子猫。あっ、子猫か。なるほど、弟の女は子猫ちゃんタイプと見た。その子猫はどんな様子でしょう？続くの？ A、 マフマフ。はあ。 B、 ニャンニャン。猫なら当然じゃないかな。 C、 ニコニコ。動物が笑顔？まあ、マフマフでニャンニャンでニコニコか。なるほど、弟の女はマフマフでニャンニャンでニコニコな子猫ちゃんタイプか。ならば見定めに行くとするか。弟のマフマフでニャンニャンでニコニコな女とやらを。あ、先輩。篠崎さん。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いしますね。かわいい。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。篠崎さん。にゃん。先輩、あんな夢見た後だから、なんだか気まずい。今年も甘々な一年になりそうだね。何言ってるんですか主任。だってね。何ですか主任。あれか、あれなんだな、弟の女は。なんなんだあのちんまりして可愛い生き物は。髪の毛もすごくマフマフではないか。それがニャンニャンでニコニコで。実にマフマ。何しに来たんだよ姉さん。何って、ちょっとした身辺調査を。はあ、篠崎さんのお姉さんですか？さよう、驚かせたならすまない。同じ部署の片瀬です。弟さんにはいつもお世話になってます。やめろって。相変わらずね、篠崎姉。相変わらずとは？小さくて可愛いものに昔から目がないんです。はあ。